はい、こんにちは。6月22日の、木曜日になります。今日のね、日記はちょっと変わって、居眠りさんがせっかくいるんでね、対戦をしようかなと思ってるんですけど、いや昨日ね、シャマさんと関税さんにご来店いただきまして、いや本当にありがとうございます。なんかすごかったね、居眠りさん。はい、人も平日の人じゃないよね。そうですね、何人いましたっけ、うん、30人ぐらいいましたね、多分。やってない人も含めて多分30人ぐらいいたと思うんですけど、うん、雨の中、しかもひどい雨な、はい、すごかった。ヨッシーさんに至っては12時から来てたらしいですね。ああ、そうそう、あいつ会社休んでな、シフト変えてもらったんですって言ってたもんね。すごいよ、すごいっすね。そう、いや本当におかげさまでいろいろね、そう、対戦以外にもいろいろ興味深いお話も聞けたし、はい、対戦もしてもらって本当に。で、今日早速あれだよ、動画上げてもらって、なんだっけ、はい、韓国版のさ、昨日うちで買ってってくれた韓国版のパックの開封動画をもうさっき上がってて、はい、5時ぐらいに上げたんですよ。そう、うちの宣伝というかしてくれたから、はい、本当にありがたいです、ね、いや、なんかここまでしてもらってどうしたらいいのかなと思うんだけどさ、本当に。で、一つだけ心残りが、俺さ、店にサインもらってないんだ。あ店宛てのほら、色紙に書いてもらいます後でとか言ってたじゃん、はい、店宛てのサインをもらうの忘れました。はい、慌てて、いや、あちゃあ、最後ほら、関税さんがなんか終電がとか言って、はい、慌ててらっしゃったんで、裏話ですか。そうで、ギリ間に合ったっていう連絡を後で聞いて本当安心したんですけど、はい、はい、だから今度はちょっとまたサインをいただきたいなと思うんですけど、またチャンスがあればね。はい、本当に良かったです。で、どうだったの、稲森さんは対戦してみてどうだったの。対戦してみてですか、うん、シャマさんの、うん、まあ、対戦だけで言うなら、うん、シャマさんのトップ運と、うん、あとデッキを回す上でのコンセプトがなかなか面白くて、ノーキングレモルトっていう、ノーキングレモルトっていうぐらいですから、はいはいはい、はい、そうだね、本当にノーキンなデッキなんですかね、あれ、表現して、そういう表現してるのか分かんないんですけど、稲森は何、ノーキンとやったのね、はい、ノーキンでやりました、うん、ノーキンでやってもらったの、はい、僕もちょっと脳筋というよりは運ゲーでやらせてもらいましたが、はい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 、せっかくなんで楽しみ。そうなんだ、いや、ちょっとコンセプトがね、良かったね、はい、もうちょっとこっちの方がいいかな。でも、あ、そうですか、ちょっと、じゃあ一応今日使う次元という意味ではこうすればいいのかな。あ、いいかもしれない、これで映るかな。今日使う次元はちょっと今即興で並べていたんですけど、この3、はいはい、ね、この6枚で、はい、わかりました、それ大丈夫そうです、はい、このワイン、はい、このワン絶対大切にして、ああ、見してちょっとサインを、え、いいのかな、見して、大丈夫だよね、まあ、サインを大丈夫なんじゃないんですか、ね、見して、わからない、僕もちょっと、どこがこれが、あ、これが居眠り、あ、これ居眠りさんか、ここにシャマさんの、うん、ここにシャマさんって光んねえか、もうちょっとこの辺真ん中に、この辺わかるかな、ここ、あ、ここに映るね、うん、この右下のこの辺りにシャマさんの名前が入ってる、すげえ、はい、大事に、ありがとうございます。俺も欲しかった、もう誰かのサイン取り上げようかと思ったんだけど、みんな誰々さん当てってなってるから、いや、まあそうですよね。でもせいやとか、せいや、お前のサインよこせとか言ったら、せいやさんって書いてありますとか言って、そっかーとか言って、はい、まあまあそういうことです。じゃあ僕今回使うのはハイランダーという全部1積みのデッキです。1積みのデッキなのね、はい、全部1種類1枚のデッキです。おー、この間やってたね、ハイランダー杯ね、はい、あれか、はい、と言っても結構凶悪なカードが入ってるので。そうなの。いや、俺だってナッシングゼロ入れたからな。枠はどんくらいかな、今超次元の3、4、5、よし、1、2、3、4、5、じゃあお願いします。はい、よろしくお願いします。最初はグー、じゃんけんぽい、勝った、先行いただきます。あのデッキなんだろう、俺は1コスト、1を置いて1コストで、ジョーカーズ、ジョーカーズです。1、2、3、4枚めくってやったれマンをもらいます、はい、よし、ターンエンド、ジョーカーズに先行取らしちゃったか。よし、ボロメテスブラックドラゴン置いてターン終了、よし、よし、置きます、ドロー、はい、そして1個置いて2コストでやったれマンです。はい、ターンエンド、よし、いいぞ、やったれマンが初めからあるときはね、調子がいいよ、ですよね、うん、終了で、よし、置きます、はい、ドロー、やばいやばい、してこれを置いて1コス軽減でパーリナイト、はい、でジョジョジョーカーズがこれこっち行って、はい、でこれさ、もう一個これをやったら置こうと思うんだけど、まあ、OK、ニアリーゲットどっち先にやったらいい、どっちかっていうと先パーリーないとか、それ以前にまずニアリーゲットの方が良かったっすね。それだったら、まあ、うん、順調的にはしちゃいけないことはない、順調的にはニアリーゲットは最速で打つカードですね。あ、これやる前にやるべきだったの、はい、選択肢が出るのでそうなると、そうな、あ、
それは手順としてそういうのが正しいってことね、はい、正しいという意味ではそうです。やらなきゃいけないわけではないんですけど、やっちゃ今やっても別に構わない、別に構わないです。タイミング的にはまあアタック中とかじゃなければ別に構わないです。先にやればよかったな、はい、まあ、ここで3枚めくります、はい、そしてジョーカーズは全部もらいます、はい、よし、うーん、そしてそうか、じゃあヤットルマンを置かなくてもさ1コス、いやいや、ヤットルマンを置こう。1コスにしてヤットルマンを置くだけでターンエンドです。困りましたね。よし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 このままじゃあセブンスター置いて、うん、3マナ使って、はい、3コストマクノカ抜くのか。これは一応、うん、マナをブーストするかマナからカードを回収するか選べるんですけど、うん、今回ブーストします、はいはい、ブーストする、はい、じゃあこれでインボなんでタップでターン終了。はい、終わりました。置きます、はい、よし、ネムリさんが何もしないうちにあれを引いてきて一気に違うって言っちゃうのか。いやでもこれを置いて、はい、ってことは先にこれをやればいいんだよ、はい、で 1,2,3 何を引きましたか。これ全部揃ってる、はい、はい、でいけんじゃねえか、これいけんじゃねえか。2コスト減ってて5で、よし、これです。そしてよし、もうサクッと割ってやろう。これでアタックするときにナッシングゼロ、はい、でこれはここまあそう、もちろん置かれますが、まあ3枚まだ、まあとりあえずどこにも行ってない最低なんで、3枚めくって、当てるのはね、全部これなのでよし、当てるのはね、でこれここに置けばいい、はい、で2+3で5ブレイクです。どうだ、シールドトリガーはあるんだけど、あるか。テックランの破壊を使います、はい、能力でバトルゾーンにあるコスト5以下のカード指定で全て手札に戻してください。はい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 、手札です。パーリン、ヤッタレマン、ターリン、ヤッタレマン全部戻してください。全部を手札に戻す、はい、手札に戻してください。なんだ、とどめがさせなかったんだな、はい、でジョリーザ・ジョニーの効果は確か他のですよね。自分のジョーカーズバトルゾーンまたはマナゾーンに自分のジョーカーズが5枚以上あれば、あるこれって合計ですかね、もしかして。何がエクストラウィンの話、はい、エクストラウィンの話です。これ合計ですか、ね、ジョーカーズ他のジョーカーズ合計って書いてあるんですけど、こいつジョーカーズ合計って書いてないんでどうなんだろうと思って。バトルゾーンまたはマナゾーンに自分のジョーカーズが5枚以上あればこのクリーチャーブロックされず、あ、5枚あるよ、1たすマナに、あ、マナに5枚ある。じゃあ、うん、その時点で僕の負けですね。よし、ありがとうございます。よし、何もせずに、よし、ハイランダーとは何たるかを何も知らないままに勝てました。ありがとうございます。はい、ひっついたらのガチデッキは本当に。よかった。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、まあ、そんな感じで、はい、今日の日記はそういうことでさせていただきます。はい、サクッと終わってしまいました。ありがとうございます。はい、じゃあ、本当に今日ね、昨日本当によかった、うん、はい。はい、感謝してるのということを伝えたかったんですけど。うん、はい、楽しく DM させてもらいました。本当だよね。まあ、今後も我々もだから恥ずかしくないようなものをちょっと撮っていこうと思うので、はい、じゃ編集も頑張るよ、ちょっとぼちぼち、はい、僕もちょっと編集やりたいですね。あ、君もね、そう、稲森さんのチャンネルも頑張ろうよ。もう最近予定が詰まりまくってました。編集の勉強する余裕がない。そうなの、ちゃんと稲森さんチャンネルっていう俺のうちの動画の下の方に、まあ、あるんですけど、ほぼそれもあんまり活、そもそもの前提としてあんまり活動してないっていうことはまあ伝えてはあるので、うん、3本ぐらいしか載ってない。今はもう3本ぐらいしか載ってないですね。頑張ってください。じゃああれはまあ、あれは別にチャンネル伸ばすためにやってるわけじゃない。いやいやいや、それもうちの紹介になるし、それで、はい、はい、じゃあお疲れ様でした。お疲れ様でした。